こんにちは、かくすけです。やっていきます。チャルメラの続きです。前回新しいラーメンを作ったんですが、見せられてないので見せに行きますが、まだ最近ね、おかみさんのイベントが進んでいるので、そちらが進むかもしれないですね。大丈夫だ。ごま中華、あんまり自信ないんだよね、正直。評価を聞きたい。じゃあ早速、ボリューム満点だな。いけるじゃねえか。ワイルドな旨味のあるスープだぜ。中細縮れ麺か。いいんじゃないか。このチンゲン菜がいい感じじゃねえか。7つだ。難しいな、ラーメンの道というのは。はい、白に豚骨コテはどうだい。ボリューム満点。あ、臭みがやっぱ近い。きつい。なかなかいけるな。ポッテリだが、旨味のあるスープ。紅生姜。あ、両方星7つか。難しいな。豚骨は9つを目指したい。まずは難しい。フカヒレ麻婆だよ結局。神さんのところ行ってみよう。おかみさん、あれ、やかしなら帰ってくださいね。あれ、あのイベントは？あ、なんかあるかな？師匠、大変っす。さっきめぐみさんが来たっすけど、何も注文しないで帰っちゃったっす。僕のこと見つめてため息ばっかりついて。もしかして僕に気があるとか。ああ、そうだったっす。店誰もいないや。僕帰るっす。心配だな、一平ちゃん。あ、めぐみさん、やっほー。おじさん、聞いてほしいことがあるんだけど。どうしました？一平ちゃん、何かやらかしてます？おじさん、ラーメンだけ作ってて飽きちゃったことない？毎日同じこと繰り返して嫌になっちゃったことない？ああ、めぐみさんがそうなってるのかな。そっか、ラーメン屋さんになりたくてなっちゃったんだもんね。あるわけないよね。あると思うな。え、私？ちょっとね、迷ってるんだ。記者の仕事？私ね、昔から一つのことを長く続けられなかったの。だって面白そうなことがいっぱいあるんだもの。私、欲張りだから。だから友達にはあなたの集中力は猫並みね、なんて言われたこともあったの。中学の頃、私、マスクかぶったヒーローが大好きだった。だから演劇部に入ったの。役はもちろん仮面をかぶったスーパーヒーロー。女の子なのに変だって笑われたけど楽しかったな。でも高校に入ったらヒーローにも飽きちゃった。それでワンダーフォーゲル部に入ったの。もともと旅行は好きだったからね。これは楽しかったな。だって毎月遠足に行けるんだよ。いろんな土地の風習を知ってここで勉学に目覚めたわけ。民族学とか勉強したくて短大に入ったの。こう見えても結構真面目なのよ、私。え、記者になりたかったのかって？学生の時バイトしてたのよ。結構優秀だったらしくて、そのまま就職しないかって誘われたの。楽しかったし。私ね、一度始めたことを途中でやめるのは嫌いなんだけど、一つのことばっかり続けてると飽きちゃうのよね。でね、今新しい仕事しないかって誘われてるの。昔大好きだった変身ヒーロー番組のシナリオライターにならないかって。記者の仕事も楽しいよ。
でもね、このままでいいのかなって。もっと他に楽しいことがあるんじゃないのかなとかさ、思っちゃったりするのよ。ラーメンも美味しいけど、他にもいろいろ美味しいものあるでしょ？私の人生ラーメンだけでいいのかなって。何？これからお店に？いいけど。わかった。一緒に行くわ。なんだ？一平ちゃんと話すのかな？もう閉店でしょ？どうしたの、おじさん？おじさんはめぐみさんの前で歴代のラーメンを作り始めました。ずいぶん種類が増えたんだ。どれも美味しかったよ。全部違う味で。あ、そっか。ラーメンって一つじゃないんだね。いろんな種類があって、いろんな味があって。わかったわ、おじさん。まずは一番自分らしいラーメンにならなくちゃね。なんだかすっきりしちゃった。ありがとう、おじさん。もうちょっと記者続けてみるね。まだ私最高の記者になってないから。ラーメンって一つじゃないんだね。それからでも遅くないものね。ありがとう、おじさん。あ、これあげる。取材先でもらったの。お、中国ハムを手に入れた。じゃあまた来るね。おお、中国ハムが来た。これはもう使うしかないでしょう。うんうん、ま、生地も様々。ま、でもめぐみちゃんはもうラーメン専用の生地かきなのかな。白煮豚骨コテはダメです。残念。それなら、うん、それならこれからもいろんな生地を書くことにするよっていうことかな。で、他の仕事やってみてもいいと思うけどね、私は。少し濃いめのスープに良い。濃くはないよね、これね。うん、縮れ麺でいこうか。で、中国ハムにしてみよう。どれだ？どれだ？どれだ？どれ？わからんぞ。乗せるものじゃないのかな。あ、こっち？だとしたら難しいな。あれ？あ、これか。上品な出汁が取れるが、ここを中国ハムに一回変えてみる。これで出来上がりにしてみる。名物風。はい、これでいい。名物風ラーメン。はい。オッケー。で、どうしようかな。角煮豚骨コテ。魚介系のやつを変えてみようか。新味噌汁をいろいろしてみようかな。合わせ味噌と、味噌には正直これも違うのかなって思ってるんだよね。なんかごま、醤油、え、胡椒、うまみ調味料、うまみ調味料ぐらいの方がいいんじゃないかな。で、味噌が縮れ麺。味噌ってどんなんだかな。あっさり向き、あっさりスープ向きにしてみよっか。うん。で、あ、牛骨あたりを、いや、でも魚介肉ゼロだとなんか、あ、こってりだな、これは。じゃあ牛骨でいいのかな。カニがね、カニ入れてみよう。
下か。ちょっと待って、しいたけいいんじゃない？ここにしいたけを入れて、ホタテいらないかな。塩気が残る、辛くなるかな。味節2つ、これでいってみよう。で、ザリガニ、ああそうなるの。これでやってみようかな。出来上がり、カニ味噌汁。よし、これでいってみよう。これはちょっといいんじゃないかなって思うな。私がお店ばっかりやったりしてたから。よーし、よろしくお願いします。中華名物風ラーメンお願いします。どうだ？お、こいつはすごい。バランスの取れたコクの深いスープだぜ。麺は中細縮れ麺か。どうだ？いいんじゃないか？このスープに合ってると思うぜ。このごまがいい感じで香るね。惜しいぞ、星9つだ。難しいな。やっぱ具だと思うんだよね。ちょっとネギが場所取りすぎてるかな。カニ味噌汁はどう？お願いします。随分と贅沢にしたな。あれ、油っ気のないスープもいいが、旨味がなくて物足りないぜ。そっか、ホタテがいい味出してたんだね。麺とスープの相性はいいみたいだな。6つか。そっか、元の新味噌汁をただただ合わせ味噌にしてみよっか次。中華名物風ラーメンをちょっとやってみよう。売れる売れる。でもなんかもうお店で杯数稼げるようになったから、あんまり売れることは考えなくなっちゃったな。今まであんなに気にしてたのに。それよりももう屋台を引く意味っていうのはイベントのためだよな。イベントもちょいちょい起こるから、やっぱ屋台引きたいね。おじさん大変よ。お店で一平ちゃんとジンさんが喧嘩してるの。もう急いでお店に戻って。もう何してるんだい二人。他のお客さんに迷惑でしょ。いっぺん謝れ。僕は悪くないっす。何をまだ逆らうのか。悪くないのに謝れないっすよ。どうしたどうした。あ、師匠。おっさんよ、ラーメンはうまくなったが、若いやつの教育がなっちゃいねえな。こんなやつクビにしちまえ。あ、なんだって、今まで仲良くしてたのに。そりゃないっすよ。お客の相手もできねえくせに生意気な口ばっか聞くからだ。ちょっとめぐみさんと話してただけじゃないっすか。仕事中は仕事しろ。もうジンさん、一度言い出すと聞かないんだから。悪かったな。どうせ俺は頭固くて古臭い頑固親父だよ。ああ、俺が悪いんだよ。頑固親父なんていらねえよな。おっさんよ、聞いてくれるか？うちのタクシー会社も最近は忙しくてな。こないだ新人を入れたんだ。それが今風の若いやつでよ。言葉遣いはなっちゃいねえ。態度もお客に接する態度じゃねえんだ。おっさんも同じだろうが、俺たちはお客様相手の商売だ。
そんなんじゃいけねえのは誰だってわかるだろう。ところが誰もやつを注意しねえんだ。人手は確かに欲しいさ。けどな、それとこれとは話が違う。礼よ、俺がやつを捕まえて、その、なんだ、注意したんだ。ところがその野郎、素直に話を聞くどころか、逆に逆らってきた。野郎、何を言ったと思う？あんたは古臭いだけの頑固親父だと。頑固親父なんて流行らないから、さっさと引退しろだと。あ、それはちょっと問題があるな、その子。さすがに俺も怒ったさ。野郎の首根っこ押さえてどうなったんだ。てめえ誰に向かって口聞いてんだって。俺は先輩なんだぜ。あら周りの連中が止めに入ったけどよ、抑えられたのはこの俺だった。しかもだ、俺に向かって野郎に謝れと言いやがったんだ。こんなふざけた話があるか。俺はそれで飛び出してきちまったんだ。そしたらここでも楽嫌になっちまうな。おっさんが羨ましいぜ。ラーメンだけ作っていればいいんだもんな。あ、それは言っちゃいけないやつだぞ。同じことずっと続けても頑固だの古臭いだの言われねえもんな。師匠の悪口は僕が許さないっす。師匠は古臭くないっすから。師匠はいつだって新しいラーメンを作ろうとしてるっすから。そうね。よし、お前黙ってろ。新しいラーメンと言ったってな、このラーメン通、神風陣が食ったことのないラーメンが作れるわけねえだろ。お、作ってみせようか。ん？なんだよ、おっさん。何？俺が食ったことのないラーメンを食わせてくれるって？師匠、それはちょっと。わあ、面白い。できるものならやってみな。いいぞ、チョコラーメンやってやろうか。このラーメン通、神風ジンが食ったことのないラーメンを食わせてもらおうじゃねえか。楽しみにしてるぜ。師匠、すみません、僕のせいで。本当に新しいラーメンを作るんですか？はい、僕もお手伝いさせていただくっす。頑張ろう。星10を作れっていう話？それって星銃は作れないよ。星銃は作れないよ。どうしようかな。一回チャーシュー、チャーシュー、しみそ汁、ご飯仲間醤油、謎塩、とろろ醤油、とろろ醤油を一回抜いてもいいかな。あまり醤油もいいんだけど、醤油、とろろ醤油、点数同じよね、全部。とろろ醤油8、ご飯仲間醤油8、あまり醤油8だよね。うん、でもとろろ醤油いつもと違う感じなんだよな。この2つのどっちかかな。あまり醤油シンプルだな、今見ると。でも量少ないのあんまりないから、たまり醤油残しとくのもありだな。ごめん、ご飯仲間醤油で、カニ味噌汁が、間違ったな。カニ新味噌汁をもとに、カニ味噌汁は消して、こうやって見ると結構油浮いてるんだね。で、これをこうしたらダメなんだっけ。あ、ホタテって結構コクというか油み出てるんだな。これを単純に合わせ味噌にしてみたらどう。旨味調味料は次回やってみようかな。とりあえずは、
初に合わせ味噌にするだけでどう変わるのか。一個余計に消しちゃったから何か作ろうかな。角煮豚骨粉って中華名物ラーメン、ついにフカヒレ麻婆がさよならの時かな。中華名物風ラーメンを、スープは最高なんだよね多分。具なんだよなやっぱり。もやしを、もやしを縦に切りネギにして、角煮はそのままでチンゲン菜をのせる。これでいってみよっか。スープはこのままで。ネギしょぼいなもっとのせたいな。中華名物風ラーメン2でいっかな、シンプルに。とは関係なく、ちょっと一回見てもらいたいです。ほい、評価聞きたい。どうだ、ボリューム満点。こいつはすごい。うん、バランスの取れた。スープはオッケーなのよ。合ってると思う。全部ちょっとな、あれ下がっちゃったな。これはもやしの方なの。うん、あのもやしが振ったのがいけないんだな難しい。確認、チンゲン菜は絶対いいと思うんだよね。あれ、合わせ味噌汁でお願いします。コクがないって言われる。いけるじゃねえか。あ、油揚げがやりといい感じ。星8個、まあ、単純に合わせ味噌にしたことによる影響はないんだな。でもこいつはすごい言われないんだよね。だからちょっと、もうちょっとスープの改良はできると思うんだよね。麺の具合が気になるであります。このスープに中細縮れ麺は、あ、あれ、はい、組み合わせはどうだ。最高です。綺麗です。相性は最高。やっぱ具材の問題なの。いやでも、やっぱスープがまだ改善できる気がするな。やっぱ牛が合ってない気がするんだよね。おほう、このスープに、うん、素直な麺ですね。はいはい。おほうって言ったな。スープの具合は本館さんに聞いた方がいいのでは。おじさんと一平ちゃんは新しいラーメンの食材を探し回り、暁村にたどり着きました。新しい素材またもらえる。師匠疲れたっす。ちょっと休みましょうよ。ちょっと待っててください。はい、おかえり。師匠、絞りたての牛乳もらったっす。すごく美味しいっす。どうしたんすか師匠。牛乳を使うんすか。師匠、ラーメンっすよ。牛乳なんて。
食材牛乳を手に入れた。師匠、牛乳何使うんすか？スープ？いいじゃないの。ごま豆乳とかあるから、ごま牛乳とか、あとは豚骨も悪くないんじゃない？まろやかになって。おお、来てやったぞ。俺の食ったことのないラーメンってやつを食べさせてもらおうじゃねえか。驚かないでくださいね。お前は黙ってろ。おお、これか。どう？お、こいつは牛乳をスープに使ったのか。噂には聞いたことあるが、食べるのは初めてだ。どうすか？いやー、参ったぜ、おっさん。いっぺ、お前の師匠は最高だな。はい、僕もそう思うっす。おー、いい返事だ。頑張れよ。あ、なんかご機嫌だったの、今日。はい、ありがとうございますっす。俺もビシビシ鍛えてやるからな。あ、だから嫌われるのか。いけねえな。なんでこういう言い方しかできねえかな。そうね、言い方の問題なんだろうな。いやー、うちの師匠も頑固っすから、絶対仁さんの食べたことのないラーメン作るんだって。何、おっさんもか。おじさん頑固よ。何見てんだよ。分かった分かったよ、もう言わねえよ。どうせ俺は古臭くて頑固やでさ、お互い今さら変えられねえよな。くそー、おっさんのラーメン聞ったらまたやる気が出てきちまったじゃねえか。それでこそジンさんっす。これっぺ、それがお客様に、お客に対する言葉か。はい、すんませんっす。また赤いやつに嫌われちまったか。おっさん、また来るぜ。あの野郎、ビシビシって鍛えてやる。おっさん、ありがとうよ。絶対言ってること間違ってないよね。お客さんに対する態度っていうのは。言い方が厳しいんだろうな、きっとな。よし。素晴らしいんだよな。うが麺との相性も悪くないみたいなんですが、最高って言ってるから悪くないんだろうな。やっぱ具材の問題か。難しいですね。まだ中華名物風ラーメンを超えられない。一回、今までありがとう、フカヒレマーボー。麺の評価も悪くなかったので消します。ありがとう、今まで。よし、合わせ味噌汁は変わらずでしたね。どうしような。いや、牛骨なんだよな、おそらく。そこ、考えてみようかな。でもホタテ消してダメになったってことは、肉を入れずとも魚介類でなんとか香りのするものを作れる可能性はあるってことかな。ちょっとそこら辺も試してみたいですね。肉を使わずに蒸し、脂身が出る魚介類ってあるっけ。難しいところがですが、次回も挑戦していきましょう。ご視聴いただきありがとうございました。